今回の新型コロナウイルス対策においても、公明党北九州市議団はネットワークを生かしながら皆様の声を国に届け、実現した国の施策を皆様に届けてまいりました。2020年、誰もが経験したことのない新型コロナウイルスが流行いたしました。3月1日には北九州でも感染者が出ました。北九州市議団の皆様には地域の息遣い、肌感覚、そういったことを多く教えていただきました。当初収入が大きく減った世代に対して一律30万円を配る、こういうことを考えていたわけでありますけれども、状況が変わりました。学校が休校になり、そしてついには4月7日には緊急事態宣言が発令されました。いろんな方から相談をいただきました。個人事業主の方、あるいは中小企業で働いていらっしゃる方、そして高齢者の方、子育て世代のお母さんで、現場で働いている医療スタッフや介護施設の従業員の方、そういったお声を私たちは受けて、やっぱり国民全員一律10万円の定額給付を行う方がいい、最終的に山口代表と安倍前総理との間でこの10万円の定額給付金は実現をいたしました。さらに緊急事態宣言が明けた後も医療機関の負担というのは続いていました。命を守る医療従事者、そして高齢者の命を守る、または障害とともに生きる方を助けてくださる、そういった従事者に支援をすべきではないか、こういった思いをがっちり届けてくれたのも北九州市議団であります。こういったお声を受けて第二次補正予算で慰労金実現をすることができました。5月に入り、23日の日、全国に先駆けて第二波とも呼ばれるような感染者が北九州市で起こってまいりました。その状態を見て参議院議員の秋野幸三さんが北九州に飛んできてくださったんです。大急ぎで帰ってきまして、北九州市議団とともに北九州市の執行部の皆様と検査の在り方について協議を行わせていただきました。すなわち感染している確率が高い層には検査を積極的に行う、当初北九州モデルと言われたものが大きく感染を抑制する結果につなげることができただけでなく、それは東京や全国にその考え方が広がっていった、そのきっかけを作ったのが北九州市役所の皆さんと話し合った結果であります。ウィズコロナの時代はまだまだ続くことになろうかと思います。よって感染防止策を徹底して、命をきっちりと守りながら、新しい生活様式で経済を元通りに復興させる、どっちかではなく両方ともやりきる取り組みを北九州市議団先頭に公明党頑張っていきたいと思っております。公明党の一番の強みはネットワーク力です。市と県、そして国、しっかりと連携してですね、数々の政策を今まで実現してまいりました。で、中でも今回大変嬉しかったのは子ども医療費助成でございます。制度上、県が共にやろうと乗り出さないとできない、公明党県会議員から県知事にも何度も働きかけをしていただき、ついに令和3年4月より中学3年まで子ども医療費助成の拡充を実現することができました。さらに下関北九州道路の早期着工は北九州市にとって大きな悲願でありました。しかしながら、これを事実の上に実現へ向けて努力をしてきたのは公明党だけである。一般道路である関門トンネルは年間を通して天井から落下物があり、そのために通行止めが行われております。そしてこの関門大橋、そして関門トンネル、共に作られてからかなりの年数が経り、老朽化が
進んでおります。そういった状況の中で、これを国に理解をしていただくために国土交通大臣に北九州に来ていただいた。そして大臣の目でしっかりとこの現状を認識をしていただいて、そして国会の質疑を通じて国土交通省の考え方をどんどん前に進めることができました。私たちが北九州のために国を大きく動かそうとするときに、やっぱり頼りになるのは北九州市民の皆様から受けた声を北九州市議団がきっちりと聞いてくださっている、それをそのまま届けてくださることです。小さな声を地道に聞き届けてきたお力があったからということを申し上げたいと思います。北九州市は住みよい町、子育て支援の町として知られています。より良い町づくりには福祉の充実が求められます。そこには公明党の力が間違いなく必要となります。誰も置き去りにしないという SDGs の理念にのっとり、産婦健診の助成、そして産後ケア体制の強化、女性を守る政策、子どもや高齢者の方が安心して暮らせる社会、また障害を持たれている方が自分らしく、また性的マイノリティの方など互いに共に支え合って生きていけるまちづくりを目指してしっかり推進してまいります。北九州市は子育て支援9年連続政令指定都市の中でナンバーワン、そしてアジアで初となるSDGs モデル都市に選定をされました。これらの背景には一人も取り残さない公明党の北九州市議団の取り組みが大きく貢献をしています。これからも公明党北九州市議団13名に対するお力添えを賜りますようにお願いを申し上げます。公明党北九州市議団はネットワークを生かし、北九州市に住むすべての方の暮らしと未来を守るため政策を実現してまいります。